おはようございます時刻は8時57分になりました4月30日の土曜日です今日も天神祭り商店街天禄天子森スタジオからコモさん小森康則が長官チェックをお届けしてまいりますあれあ、カメラが1台接続されておりませんでした失礼いたしました今日はこの画面だけでございます失礼いたしましたさて ひんやりとしておりますの、ね、で昨日は大雨でしたがゴールデンウィークのスタートでございます皆様はどのようにお過ごしでございましたでしょうか私は2時までここで昭和、えー、レトロ家電ポスター展の、まあ、初日をやりまして、まあ、今日も2時までなんですけどその後以前からお誘いがございましてナンバーハッチで行われるジャズのライブへ行ってまいりました。カ、えー、カムカムエブリバディという NHK の朝ドラ大阪放送局制作で大変まあテンポは早い半年間で100年間の家族の物語なんでというね声もありましたけれども音楽も含めてですね非常にあの質の高いドラマであったという評判でございました私まあずっと見てたわけではないんですがうんポイントポイントは見ることができましてですね 大、えー、和田さんがおいしくなーれおいしくなーれ小豆がやってほしいことを言っているからその声に耳を傾けてみたいな、まあ、そんなお話なんかも目にはしてたんですけれどで、えー、その朝ドラの中でですね数多くのジャズの名曲そして新曲が使われておりましたでその曲を作った人演奏した人たちが集まってのライブというので。 えー、南部ハッチは、まあ、千何百人が入るところではありますけれどもまあ1、まあ、人近く800人ぐらいは入ったんかな、うん、もういっぱいのお客さんで,で当然舞台の上の人はマスクしてるわけでもありませんしねえまあそれはトランペットから何からもうそれはまあある意味飛沫飛びまくりなのかもしれませんけれどもうそんなことを意識せずに、まあ、お客さんはみんなマスクはしてはりましたし検温してから入るんですけれどでもあ 戻ってきたなとうんそしてまあ本当に素晴らしい演奏でした、特に、ね、クラリネットを吹いてはりました北村英二さん、93歳ですよ、ね、この人はもうこの年になっても1日8時間ぐらい練習しているもう練習の鬼なんですよと紹介されたら、いやいや、8時間はやってませんよ、7時間半かなとかって <laughs> 言ってありましたけど。 えー、足腰も本当にお元気で93歳とは思えぬ素晴らしい演奏を聴かせてもらいました。はい、で、えーまあ、あその北村英士さんのことばはあとで,す、ね、後での今朝の一言で言おうと思っておりますけれど、まあ、あの昨の会う仲間と一緒に昨日は十四人ぐらいでしたかね一緒に見に行ってでニューミュンヘンへ行ってビールを飲んでという楽しい時間でございました。 あのー、この YouTube の視聴者の皆さん、そしてまあラジオのからの、ね、視聴者の、あの、聴取者の皆さん,、うん、引き続きという方も大勢いていただくんですけれど、えー、ここでご紹介しているお店に行ってきましたという報告の写真が届いておりますので、ご紹介いたします。こちらでございます。まず、舞コ駅から、<laughs> はい、<laughs> そうですね、はい。え 赤え明石え、逆ですかはい、いや、高槻でございますよ。えー、こちらの YouTube にもスポンサーついていただきました、居酒屋シアンさん、えー、横の七屋さんとですね、えー、並んでいるわけです、オーナーが同じなんですけれど、行ってきましたというので、はい、お写真いただきました。部さんんんあありがとううううございいますすわー美味しそうですねうーんあー焼き物、物、えー、揚げ物、うん そしてこれは、あ、締めでチャーハンですか。うん。そして、え <laughs> あ、高槻へ戻ってきたという、そういう組写真でございました。ありがとうございます。まあ,あ、本当にね、小さなコミュニティではありますけれども、みんなでこう、お金回し合ってみたいなことができればいいなとは思いますし、うん。で、今日から、 3日間スポンサーついていただきますのが天神橋筋商店街このスタジオから南の方へ天後の方に行きまして市松食品というですね、昔市場やったところがあるんですけどあ、そうそうそうあのふりかけの三好屋さんのところを左に曲がって入っていきますとその左手にあります串カツ屋さんなんですよ。 串揚げ屋さん、串棒さん、昨日大将とね、えー、女性の従業員の方が来ていただきまして、えー、こもさん作るよって言って、作るよって言って言うていただきましたのでですね、早速、ちょを置かせていただきました。私実は天禄へ来てから、もうこのお店は、えー、去年で開業10年になりはるんですけれども、もう時期11年になるんですけれど、 え大人気の穴場でございまして最初いつ行っても入れなかったんですねもう満員で入れませんって言われたんですけど今はまあタイミングよくですね入らせていただくことが多いんですが大阪のうん串カツ屋さん串揚げ屋さんと言いますとソース二度漬け禁止まあ最近コロナのことがあって個別になりましたえみんなでジャボンと入れることはできませんが二度漬け禁止っていうふうによく言われますけれど串坊さんは まあ一応ソースは置いてはあるんですけれど、ソース禁止の店です。まあ、禁止とまでは言いませんけど、うちはソースでは食べてもらえませんっていうお店でございましてですね。えつまりま、素材の良さ、ほんまにその旬の、その時の旬のものを出してきはるんですけど、なので、えー、わさび塩とか何もつけずにとか、まあ、別の特製のドレッシングなんかがありまして、そんなんで食べてくださいというお店なんですね。 えー、インスタグラムで私、天禄ランチというのをやっておりましてそこにアップしております、いっぱいある中のこちらですね、はい、アスパラがね、結構出てくることは多いんですけどそれもその時その時の旬のどこさんのやつっていうのを、ね、言ってくれはります、油もしょっちゅう変えてはりましてね、カラッと揚がるんで油もんが苦手やという方も。はい あのここを連れて行ったらですねみんな喜んでいただけます今やったら春の山菜とかそんなんもその時その時で出していただけるというお店でございますぜひ皆さんあの天禄来られましたらですねお昼12時からやってますんでえーえー、くし坊さん行ってくださいね野さんから聞いたと言っていただいたらいつも以上の笑顔で。 えーまあ、補聴器入っててだいぶ落としわめしてらっしゃるんですけどいつも以上の笑顔をお届けできるのではないかなと思います今日から3日間天後一末食品の中にございます串どころ串棒の提供でお送りをいたします今日は読売新聞買ってまいりましたでは長官チェックヘッドラインです 北海道知床半島沖で消息を絶った観光船「カズワンがカシュニの滝の沖深さ120メートルの海底で発見されました事故発生から1週間これまでに14人が亡くなっていますが12人の行方が分からなくなっていて捜索が続けられています NATO ・北大西洋条約機構のストンテンベルク事務総長は ロシアによるウクライナ侵略が5月9日の戦勝記念日には終わらず長期化する恐れがあると警告東部戦線だけでなく首都キーウへの攻撃も続いています岸田総理大臣はアジアヨーロッパ歴訪の旅を始め29日はインドネシアのジョコ・ウィドド大統領と会談しロシアによるウクライナ侵略を非難 この後ベトナム、タイ、イタリア、イギリスの順に回っていきます29日のニューヨーク株式市場はダウ平均が一時1000ドルを超える下落を見せました前日に発表されたアマゾンの決算が市場の予想より低かったことが投資家心理を冷やしました ゴールデンウィークが始まりました賑わいが戻ってきました新型コロナウイルスによる行動制限のない大型連休は3年ぶりです神戸の繁華街南京町では豚まんを買い求める行列が雨の中できていました山梨県道志村の山中で子供と見られる頭の骨の一部が見つかり捜索を続けている山梨県警は 昨日新たに靴の左側と靴下を見つけたと発表しました3年前、行方が分からなくなった女の子のものかどうか鑑定を進めます勝った、勝った、また勝った弱い巨人にではないですが阪神タイガース、また勝ちました東京ドーム巨人戦佐藤輝明の特大ツーランで先制 えー、投げては先発青柳が関東無傷の三勝目チームの勝利八分の三を稼いでくれましたオリックスは胸の,のさよならヒットでセーブに勝ちました日本シリーズで5日会いましょう以上4月30日土曜日朝刊チェックヘッドラインでした はい串、えー、どころ、く坊の提供でお送りしている今日の朝刊チェックでございます、朝9時7分ですが、えー、お昼から空いておりますので、昼飲み、ぜひてんこ盛りスタジオを除いたあとはですね、ね串坊さんに行ってくださいませ、ちっちゃなお店なんですけどね。さて、知床の観光船、えー、遭難したと見られていたカシュニの滝の沖で見つかりました。 えー、深くくぼんでいるところもありまして水深100メートルを超えるところもあるというふうにお伝えしていましたが120メートル通常潜水士が入れるような深さではありません、えー、無人の探査船がこれを見つけたということです数1と書かれておりました第一艦区海上保安本部が発表しております数1であると確認をしたと えー、水中カメラは海上自衛隊のものでありました船内に行方不明者がいるかどうかの捜索あるいは船体の引き上げには時間がかかる見通しであるとまず深さの問題そして海上の天気の問題ですね、えー、海流もあるそして船体が傷ついていたとすると引き上げに伴って、えー、それが壊れる恐れもあるので。 そういううういいいい確認をしてととうようなことがろろあります持ち主の責任であるということでまあ社長はできる限りのことをするとは言っていますがあ彼の考えあるいは会社の財力とかを考えるとですね引き上げをするのにをもうそのえ会社側の責任というだけでは済まないと思いますのでここはまあ国に乗り出してもらいたいなと。 いうことではあるんですけれどでまだあー冷たい海の中で行方、えー、がわからない人も12人いらっしゃるということですね、えー、ロシアの船が救命胴衣をつけたと見られる人が漂流しているのを見つけましたがあ 救出する前にですねまた天候の加減で見失ってしまったということでございますで、会社側社長の考え方とかですねやってきたこと判断ということはまあ、今後刑事的な部分も含めて、えー、調べが進んでいくかとは思いますがまあ、外野の部分ではありますけれどもかの彼に この社長に影響を与えたとされるコンサル会社武蔵野という会社がありましてそこの小山さんという人まあコンサルというものを、まあ、全て、えー、怪しいもんだというつもりは全然ありませんしちゃんとしたコンサルタントをしているところも数多く知っていますのでで、えー、経営の素人私も含めてですねそういう人を。 うん正しい経営に、えーまあ、持続可能なというかですね、えー、ちゃんと儲かっていくように指導するコンサルタントというのは、まあ、当然いてはるわけですけれどただまあ現場のことを知らずに、えーまあ、コンサルとして人気が出るというね、えー、本当に世の中のためになっているかどうかは別としてコンサルとして人気が出ているっていう意味で,で、まあ、それを真に受けてやってしまって。 結果的に安全を軽視したということに今回はなるんだと思うんですけどでこ,のこのコンサルを来賛するそしてこのコンサルの小山さんが知床、えー、遊覧船の社長にこんなふうに指導したら赤字の会社がすぐに黒字になったんだということを来賛する記事をダイヤモンドオンラインが載せてたんですね。でこれは、ま、あのダイイヤモンンンドオンラだだからとかかかららととスポ あ朝日新聞はクオリティーペーパーですとか,だからそういう話ではなく、まあ、少なくとも文章を出してそれが紙であるのかネットであるのかは別としてそれをナリバイとしている会社がです、ね、あるタイミングである人を取り上げある事象を取り上げ、まあ、結果的に来賛するような記事を書いていたでしかしこういう事態が起きた事故が起きた。 その無責任な体質っていうことが糾弾されてみんながちゃかちゃかと検索をするであろうそしたら自分のところの記事が出てくるこれはいかんというのでこっそり削除していたんですねこの記事をしかしまあ今ネット上でそういうことはもうできないですよ隠すことは魚拓と呼ばれるスクリーンショットが撮られていたりとかですね、まあ、それはまあ放送法に に縛られていいる放送とは違いますがこの YouTube であろうが私が何か言うことツイートすることまあ酒によって失敗して削除するようなツイートもあったりはしますけれどこれもその出してしまった以上頭の中にだけあるということではないのでそれはまあどっかから拾い上げられてきますわでもまあ黙って消してたんですねで、まあ、騒ぎになったと。 で結果戻したみたみいです、はいまあ、まずあのこのコンサル会社は取材は受けないとこずっと言っとるんですね、えー。株式会社武蔵野に取材をした記事が出ていますがライターの西谷さんという人が書いてありますがえー、えー、と。 小山は不在にしており戻りませんこの件については一切お答えできかねますメディアからの取材には応じておりませんということでまあこれはまあお店でも会社でもそうですけどねそれは宣伝になるわと思ったらやりますけど叩かれるんやったらそんな黙っとくノーコメントっていうのはまあいいか悪いか卑怯か卑怯でないかは別としてまあされ分かりますけどねうんでもまあ逃げりゃ逃げるほど追いかけられるのがこういうことでもありますけれど きっと今後彼が華々しくコンサルトして何かやろうとするとあるいは本なんか出したりするとそれはまたたたかれますわな、うん、まあその何でもかんでも叩いたらええとは言いませんけれどあの言ってること自体数字が人格やっていうのもまあ言わんとしてるところは僕は分かりますけれどで「ダイヤモンド・オンライン」はその記事を再公開しております。 編集部からは「本記事は2022年4月25日に公開停止しましたが不適切な判断でした。同年4月28日に再公開しました。」と釈明しているが具体的な理由については説明されていないということなんですよ。でまあこれはまあ一つはだからメディアとして情報というものを文字や写真や 動画やということにして、えー、発してなりわいにしている会社これはまあ新聞社でありテレビ局でありラジオ局でありというところも同じなんですけれど、えー、その内容を作っていくときに相手が嫌がることでもそこは追求していくわけですよねまあ、それが報道の場合もありやそうでないものもありますけれどもでも ま人の心の恥ずかしいなと思うところであったりとか思い出したくもないわっていうところもほじくり出してそして自分たちが伝えようということを伝えるそれをなりわいとしている人会社ですから不適切な判断があったならばダイヤモンド・オンラインはなぜ不適切な判断が行われたのかということを自らの口で言わないといけませんよね、う。ん これをそのよその会社がだから武蔵野という会社がまあそれはそれでまた別の意味で言葉の力で商売している人たちですけれどえそれはまあ経営コンサルティングという市場というか土俵の中での話でありましてダイヤモンドオンラインはよその会社のえ経営不振のことであったりとか不祥事であったりとかっていうことを突っ込んでいって 嫌がることも書くわけですからそれが自分らのところの嫌がることやからといって不適切な判断をしたわけですから誰がしたのか誰がいつどう判断をしてそれがどういう社内の議論があってひっくり返って180度違うて結局また公開するという無様なことをしたのかということを言わないと、まあ、これはでもまあダイヤモンドオンラインに限らないんですけどだからそれがダイヤモンドやからとか東スプレとかユーカンフジやから現代やから。 朝日やから毎日やからということではないと最初に言いましたけどどこも一緒なんですよね、うん、クオリティーペーパーを名乗っているところでもそういうことはまた認めないのが常なんですけどしかしまあそれはあ、うん、受けのの側の信頼を失わせることになりますよね、うん、だからまあそれはますゴミと言われるのも嫌ですし「所詮」とかって言われるのって大嫌いですけど「所詮」って言われても。 仕方がないですよね、ええ、誰がどう判断したのかなんか薄っぺらいですよねやばっと思ってやばっと思ったから「隠しました」とか「嘘つきました」とかでそれが大騒ぎになったんで「やばっ」ってなってそしたら「何でも待ってなんやって上に言われて「すいません」言うて「すぐ戻せ」って言われて「はい戻しました」って。 でまあまあ、わかんないですけどねわかんないですけどそういうことなんかなあと思うんですけどもしそうであったとしたらめっっちゃ薄っぺらいですよね、うん、その武蔵野の小山という人のコンサルティングが素晴らしいと思うんやったら素晴らしいそれはこここういうことで素晴らしいだから今回のこととは関係ないですって堂々と言えばいい話で,、うん、で,もここでダイヤモンドオンラインが知床交換 線のことを遊覧船のことを書いたところでもう何も何も信じられへんようになりますもんね。うん、まあこれはあのここに限らん話なんですけどね。えーまあ、薄っぺらいなあっていうのが、えー、私の感想でございました。時刻は9時19分です。最近いや5月9日にで 戦争が終わる侵略が終わるなんていうことにならへんのじゃないかと、まあ、僕がまあ素人として思ってたんですがプロもそう思ってるというお話でございますロシア軍のウクライナ侵略が5月9日の旧ソビエトによる対ドイツ戦勝記念日以降も続く見通しとなったともう書いています見通しとなったと読売新聞がもう書いていますリビュー初の 記者の原稿ですけれど NATO= 北大西洋条約機構のス,テル、えー、ストールテンベルグ事務総長侵略が長期化する可能性を警告しましたキーウ中心部のミサイルも攻撃28日していると戦争は何ヶ月何年にも及ぶ可能性が間違いなくあると語りましたうん ドネツク州の武装集団トップは、ドネツク州が制圧される5月9日までに完了しないという認識を示しています。アメリカ国防総省の高官、28日、ロシア軍は1日に数キロぐらいしか前進できていないというふうに言っています。でまあ、そんな中膠、まあ、着はして,いて る中ででもうん硬直はしてるんだけどまあロシアが少しずつ攻め入ってはいるんですけどそれには時間がかかる犠牲は双方で増えていくでまあ上の方はどうしているかってなると結局グテーレスさん、えー、国連は直接行ってもまあ赤パジって言ったら失礼ですけれど停戦 のテーブルにお互いをつかせるような影響力を出すことはできなかったということで,す、ね、で攻撃が続いていると、うん、読売新聞、ごめん国連総長、仲介成果なし。 ということですね安全保障理事会がまあ構造的にソビエトなりロシアなりアメリカといった拒否権を持つ大国の横暴にはどうすることもできないなどだということとそして、まあ、トップが行ったとしても結局、まあ、大したことはできなかったということ一方長期化はプーチンにとっても誤算である。 まあ当初48時間2日3日で制圧できて勝利を宣言できるとゼレンスキー政権を倒すのだというまあ甘い見通しのもとに戦争が始まったのではないかと言われているわけですけれど5月9日というのも,もう難しくなってきている、え。ー 3月下旬から侵略の主眼に据えた東部の制圧が短期間では困難な情勢になっているからであると読売新聞は2面にも関連記事を書いておりますで、えー、参謀総長を前線に投入をしているとロシア軍制服組みトップのゲラシモフ参謀総長作戦指揮のためイジュームに入りました。また これまで作戦という言い方をしていました侵略とはもちろん言いません侵攻とも言わず戦争とも言ってこなかったロシアですが4月以降国営テレビで戦争という言葉がしばしば出るようになっているようです28日夜の討論番組ではウクライナへの軍事支援を加速させるアメリカやヨーロッパとの対立に関し出演した政治学者が我々は 植民地主義に反対するる戦争を展開しているのだとロシア側のプロパガンダですけれど自分たちは間違っていないのだと植民地主義今の時代まあその残りがはありますけどうん公然と認められているわけではないその植民地主義をアメリカやヨーロッパがしていてそれに対する戦争をしているのだという言い方で「戦争」という言葉を 使いこれはまあ、ロシアという国の国家存亡をかけた戦争なのだというふうに言っているということなので。となるとまあ、目先5月9日という記念日に勝った、勝ったと言いたかったところだけれどもそうならないということに予防線を張っているとも思えるわけですね。 辛いですけれど。で、日本は何ができるのか。まあ、政府系読売新聞でございます。岸田さん頑張っていると一面とそして三面。新興低収へ連携確認。日本の岸田総理大臣インドネシアと首脳会談を行いました。えー、ジョコウィード大統領ジャカルタ近郊の大統領宮殿で会談をいたしました。 ロシアによるウクライナ侵略について軍事攻撃は容認できない武力行使の即時停止に向けて連携していこうとインドネシアの大統領はプーチン大統領に和平の交渉を要求したと電話しましたよというふうに別の記事で書いてありますまああの日本の外務省は何やってんのって言う報道は多いですし実際まあ何やってんねんとアメリカの方ばっかり見てっていうのも あるんでしょうけど、まあ、まあ本当に何もやってへんわけでは当然なくて、まあ、結果として、まあ、自衛隊が叩かれるように日本の外務省というのはまあ常にたたかれる存在ではあって、まあ、それも分かるしやけど、まああの何もしてへんわけではなくてそれなりに頭のええ人がいろいろ考えてやってはるんですけどただ、どうなんですかね、今回、えー、読売新聞が来賛記事を書いているのでいうとロシアに対する圧力へ東南アジア、アンギャ G7 と橋渡し首相意欲と頑張ってますよともうま,あまわれてで自由進歩というか自民党の広報誌かという見出しですよねえ公明党が政教新聞に書いているようななんかもうそんな感じですよね赤旗に共産党が頑張ってるという記事が載っているようなそんな感じですよね一般紙と言っていいんでしょうか我々はウクライナ情勢東シナ海 南シナ海情勢北朝鮮情勢など多くの挑戦に直面していると岸田総理は指摘法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化が重要になってきている民主主義など共通の価値観を持つインドネシアにロシアに対抗して連携する意義を強調うん両首脳は全体会合に先立つ1対一の会談でもウクライナ情勢について意見を交わしました ただ実際は温度差まあ国連の決議関連機関の決議でもそうであるようにほぼ9割方、うん、もう本当にとにロシアと一連拓勝という国以外反対するのかというと意外に危険をしたりととかいうことですよね日本の今の報道のやり方ロシアのひどさということが検定されていることからするとなんやっていうような国が実は たくさんありますそれはまあそれだけロシアへの依存度の高さということでもあるんでしょうし直接軍事的な脅威があるという国もあるのだと思いますけれどでまあ今回、えー、まずインドネシアへ行きましたベトナムへ行きますタイへ行きますまあア s e だけを回るんではなくてそこからイタリアイギリスを回って帰ってくるという、まあ、ある意味強行軍。 政府専用機ではありますけれどもね、えー、ではあるんですが、まあ、果たして、うんうん、やることに全く意味がないとは僕はまあ別に思いませんけれどもおそんな読売新聞があ書いているほど褒められるようなことなんかなとは思いますけどね、えー、まるでなんかもうこの書き方見てたら北朝鮮のテレビの ちょこり来たアナウンサーがあのね、えー、偉大なる狩猟って,言て言っているような叫んでいるようなそんな原稿に読めちゃいますけどもね、うん、時刻は9時28分です24日のニューヨーク株式市場ですが1000ドルを超える下落を見せました アマゾンの、えー、業績が思ったほど良くないということですね、うんえー。で、そうですね、他の企業も、アメリカの IT 大手原則鮮明という記事が読売新聞、経済面に出ております。 高成長が続いてきたガーファと呼ばれるアメリカの IT 大手の原則が鮮明になってきているとアマゾンインフレによるコスト増1月から3月期の決算最終利益が5,000億円の赤字でした出資するアメリカ電気自動車メーカーの株式評価損が響いたということで7年ぶりの 赤字ただまあ,まあさっき言ったようにその持ってる株の評価損ということですからこれはまあある意味マネーゲームの部分ですよね。本業でありますインターネット通販の売り上げはこちらが3%減と、うんまあ、これもいわゆる巣ごもり需要と日本では言いますけれどもコロナの時にガッと伸びたということから考えるとまあその反動という部分もある。 しかし、まあ、ボディーブロードのように効いてくるのはやっぱり急激なインフレに伴うコスト増ということですね。で、ほか、アップルは iPhone 売れて伸びています。旧フェイスブック、メタが7%の増加と。 いうのでですね、これが Google の親会社アルファベットこちら、えー、23%上がっておりますけれども今皆さんご,ご覧になっている YouTube 私もあの間抜かれてはおりますが皆さんからのスパチャとか再生回数その CM の表示に 伴うお金をですねチャリンチャリンといくらかいただいているわけですけれど YouTube の広告収入が14%増いやいや伸びてますやんかとしかも2桁ですやんと MBS のラジオの営業の人らが聞いたらええって思いはりますやんか14%減はあっても14%増なんてすごいじゃないですかと思うんですそれも世界市場でししかしこれまで。 まあ市販機ごと出ておりますけど数十パーセント伸びてたんですねグラフでいうとガーンってこんなふうに伸びてたそれがこうガーンがこうなってるとこうじゃないんですよ <laughs> こうじゃないんですけどこうなってたのがこうなってのがこれぐらいになったっていう成長が止まったって言われるってねえすごい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 ですねしかしまあほらアマゾンにしてもメタにしてもアップルにしてもアルファベットにしても 別途にしても日本の会社じゃないですからね、えー、いやかんや、まあ、だから一人ずつの財布の中身までは言いませんけどあの世界から見たらお金持ちですよ、うん、お金持ってる国ですけれどその日本の富は今、まあ、今後大阪から入れようとしている打場も含めてですねどんどん買い上げ海外に吸い上げられていっているという、まあ、この資源高 我々が稼いできた我々のお父ちゃんお母ちゃんおじいちゃんおばあちゃんが懸命にもうおじいちゃんおばあちゃんの代でいうと焼け野原から頑張ってきてくれはったその遺産を今どんどん食いつぶしていく今後もその流れが止まらないであろうという現状認識を どれだけの日本人が持っているでありましょうか、ねうんまあさあ,まあ、IT 要請減速してるから、ニューヨークの株は1000ドル下げてるんですけれどもね、ねえーまあ、ニューヨークがくしゃみすると、日本はすぐ感染しますから、即感染ですからね、潜伏期間なく、えー 下落してしまうんでしょうね、うん、日本はまあ、今ゴールデンウィークですから、えー、株式市場も開いたり閉じたり、えー、参加者も少なかったりするんでしょうけれどさてそのゴールデンウィークでございます三年ぶりに行動制限なくまあ注意しましょうとは言っていますが、えー、みんな出ましたねまあ昨日はねあの すごい雨でしたよね、すっごい雨と風でしたよね、あれ、ナンバーハッチさんね、全部地下で行けなくて、一瞬、雨降るとこあるんですか、あれはなんとかならんですかね、FM 大阪さん。もう、いつも思ってるんですけど、あそこちょっと屋根ないところだけ、50メートルほど歩くだけで、昨日めっちゃ雨濡れましたよ、まあ傘持ってましたけど、ほんまに。あれ、どこが開発してるんですか、あんな あそこそのまま地下っていうか屋根あるところで生かしてくださいよ天禄の商店街の方がよっぽど雨に強いですよもうほんまにうんいやそれはすごい雨風でしたねだから、まあ、まあ天気も悪かったんで昨日はここも正直人通りはいつもに比べると少なかったですしお休みと考えると、うん、通行人少ないなと思ってイベント初日迎えたんですけど でもまあ元から予定してた人らはね天気悪いやろうとはまあこのゴールデンウィークは言われてはおりますけれども、えー、お出かけになったかと思います、まあ、各紙どこへ取材にカメラマンを派遣するかというのにセンスが現れるわけですが、えー、大阪本社版読売新聞は神戸の南京町を取り上げております時よ折強,風風、えー、強い雨や風に見舞われましたが 豚まんや小籠包などを売る店には行列ができまあまあここはまあゴールデンウィークでなくてもねええ並んでますけどねえ,えちこいちこい豚まんねうん好きですか皆さんあれねえ並ぶでしょうねえあそこはねえでもねまあ神戸いろんな豚まんありますあのちちこい豚まんもありますし一貫籠の豚まんもあったりするんですけど えー、僕がおすすめなのは、えー、元町の駅の西口の改札 JR あるいは、えー、あそこはあ阪神の元町も西側だからあのウィンズですね JRA のあそこのところ出たところの。 えー、道挟んだ南側の店何だったかな <laughs> 何やったかなあそこえー、と今見ますえー、とここはえー、と何やったかな思い出しました「<laughs> 四鋼楼四鋼楼」四つの、えー、工業を起こすの 老元町ここですはいいや老少期の豚まんはまあ行列できますはいですけどで一貫牢も有名なんですけど四鋼牢ですあのチャットで書きましょうか4えー、っとよっし四うんえー、工業ええー え、ロロロロロこれこれはい思考労ですはい皆さんメモし取ってくださいここ試験に出るところですお勧めしますはいでえっ、ー、と新幹線は久しぶりに見ましたね乗車率百三十パーセント うんあのー、通勤電車の乗車率の割り出し方と新幹線では違いますからね、立ってるところの面積が違いますから、130%っていうとそれなりに、それなりに立ってるっていうことですよね、うん、ねあれタイミングはありますけどね、まあ、新幹線で移動するときの、えー、おすすめは、 あ桂よちゃんも今日東京へ行くときに買ってましたけれど私の大好きな、えー、三宅さんに教えてもらいました、えー、豚町でございます豚町はいこれが豚町皆さんここもメモ残しておいてくださいね、えー、町は町々の町蝶々ん蝶うん蝶、えー、なんで出てこないのちゃんと豚町蝶町,町,町,町 蝶々の蝶あったこれはい豚蝶はいこれでございますんで覚えておいてくださいません、はい、お出かけの際はああしの豚まんとそれから豚蝶でございますえー、時刻は9時39分です こちららも辛いニュースでです山山梨県道志村ののの中で子供と見見れる頭の骨の一部が見つかりました娘さんがいなくなって事件、事故に巻き込まれたのではないかとずっと捜索、先頭に立って呼びかけも情報提供してくださいというふうに言ってはったお母さん、えー、我が子のものではないと信じたいという気持ちで現地に入ってはりますけれども新たにまた遺留品が見つかりました。 子のの左靴靴と靴下とと下いうことです、えー、まあかなりもう時間も経っているようなものみたいですから色も分からなかったりするというものもあるようでありまして鑑定をすると。えー、どのぐらいこう劣化しているかっていうので今回見つかった状況とひょっとしたらその前に土に埋まってたのかもしれないとかっていうのは、まあ、そういうことが分かったりとか。 するみたいです、ねうん、あとまあ発見されたその場所、まあ、あ,のあの一帯は捜索をこれまでも何度も何度もされているんですけれど、えー、その中で見つからなかったのがあ,あの辺りに住んでるタヌキとかねそういったものがその掘り返したり見つけたりしたものをどっかまで運んでっていうようなこと。うん あるいは川が増水してそれによって流されたっていうようなことも考えられたりするみたいですなのでこれがもしその骨が彼女のものであったとしてつらいですけどそうであったとしても果たしてそれが事故によるものなのか事件によるものなのかっていうようなことは今の今の状況からでははっきり分かってはおりませんただ新たな発見物があったと。 いう続報でごさてまあ本当に人間ってねうんあの寒い時は寒い寒いね暖かくなれへんかなって言って文句言います暑い時は暑い,暑い暑い暑いって言って言,って言いますねでもいつかまた涼しい秋がやってきてそしてまた冬が訪れっていうことを 61年私も繰り返してまいりましたでも夏は暑いそして冬は寒いわけですよね寒い時には暑いことのことを考えられないしあったかい時のことを考えられへんし暑い時には涼しい時のことに思いはいかないわけですまさかまさかですよあのあの連敗中開幕からずっと勝ち星がなかったこのまま行くともう本当に 1>, 1年間戦い終わっても10勝しかしないんじゃないかという時にですよまさか4連勝するなんて今年のチームで4連勝するなんて青柳が出てきてくれて出れば出たら必ず勝つなんて思いもしませんでしたよねいやいやそれ金子さんのように、まあ、名指しで申し訳ないですけど 金子さんのようにむちゃくちゃ言うてですよ、ね、ら10連敗したら10連勝したらええんやっていう人はいますけどそれはほんまに金子さん信じてはるのかもしれませんけどもそれはあの時本気でそんなことは思えなかったですよ。ね、っていうかもう連勝するもう勝てるとも思われへんかったし勝てるとも思われへんかったけど続けて勝つやなんて連,連勝するなんて。 3連勝するなんて、よ4連勝するなんて、ねえ、こんなに嬉しいものなんですね、勝つっていうことは、首位巨人の皆さんには分かっていただけないでしょう。ゲーム差が1つ縮まりました、11ですか、ね、<laughs> いやしかしまあまあ、そのホームランの出やすいとは言われておりますが、東京ドーム、ね、あの2回っていうか、 2階言うても木造の2階建ての2階建てちゃいますからね、ライトスタンドの上の方なんていうんですか、あれ、ね、えー、あのすごいとこまで飛んでいきましたよ、これはほんまに、びっくりで,くりで,くりですね、本当にね、うん、おめでとうございます、うんえー、試合の最後まで、ね、マウンドにいる。 っていうことはこんなに嬉しいことやというふうにインタビューで答えておりましたですな。うん。そして、えー、オリックス胸のさよならヒットで、えー、勝ちました1対でセーブを下しております。えー、今年はまあね、えー、日本シリーズで会いましょうとは言えないですけれど、うんと考えても客観的に見てですね、それは難しいですけど。 交流戦で会いましょう。そうですね。交流戦なら会えますからね。えー、いやいや、あしかし、えー、嬉しいものでございます。はい。ありがとうございます。以上、長官チェック、ヘッドライン、お伝えしてまいりました。時刻は9時44分です。この後1 11時時間ほど11時から 増田健一さん今日も来てくださいまして昭和レトロ家電ポスター展というのをやります、えー、ポスターこちら並んでおりましてね昨日ちらっと並んでるところもちょの下のところに並んでるのもお見せしたんですけど YouTube ってすごいですねすごいですよいや音楽でね、まあ、いつもこれかけてる曲はうちがちゃんとライセンスを買って いて使っているんで、全然著作権の侵害じゃなくって、ちゃんとしてるんですけど、それでもまあ波形を見て、あのクレームつけてくるやつがいるんですよ。で、それ毎回もう所律のめっちゃめんどくさいなと思って、でもあの調整編が大半か,からそれ毎度やってるんですけど、で、音楽はそんなのしてたんですけど、ポスターを昨日あのちらっと映したでしょう。そしたら誰それが 判件を持っているポスターを、まあ、ポスターというかそういうデザインのものを「あなたは映しましたねとあなたの YouTube は」って言うて、まあ、警告でもないんですけどそんなん聞きましてねえらいもんですねこんなんも多分全部自動でやってはるんであとでちょっとまあ対応があるならちょっと対応を見ようかなと思ってるんで。 まあ、今日ここ来て見ていただく分には、まあ、もちろん入場も無料ですし OK なんですけどへえすごいなあ YouTube うん。で、えー、増田健二さんがこの現地でもあのいくつかコレクションを持ってきてくださってて見ていただけるんですけれど実際に電気を通じて、えー、電源入れてで あのレトロ家電なんですけどただただの置物じゃなくって使ってみようということをやっております。で、きのはは、えー、東芝が出しました昭和34年のやつでしたかね、えーと、ウォーキングトースターというものをご紹介したんです。で、ちゃんと油さして増田さん持ってきてくださったんですけど、配信中、昨日 何,何十人かの方は見ていただいてましたが配信中途中で止まってしまいまして <laughs>。 ってしまううとということがあって、まあ、その、そこも含めて、あの、配信したんで、また、皆さん、後でご覧いただきたいと思うんですが、剣道長来というか、あの、ウォーキングトースターがちゃんと動いている状況のものを、えー、短い動画にまとめておりますんで、えー、今日もまだ、あの、そのあもう、あれは持って帰りはったか、うん、ですけどね、はいあの、映像でご覧くださいませ、増田健一コレクションから、今日は、東芝のウォーキングトースターでございます。 この品物は昭和34年に東芝から発売されましたウォーキング式トースターと呼ばれるものです。ウォーキングってまあ別にこれがあるわけじゃないんですよ。えー、その頃のトースター。 いわゆるポップアップ式と呼ばれるものは焼け具合を見て人間が手動で揚げてある必要があったんですねパンをですので揚げ忘れて焦がして朝から夫婦喧嘩なんていうこともありましたその夫婦喧嘩を解消する画期的なトースーがこれですこちらからパンを入れます入れましたこの中にパンの送り装置が入ってありましてそれがパンを運んでこちらへ焼けて出てくると。 そういうもんです。ですのでパンがウォーキングするんで、ウォーキング式トースターと呼ばれるもんですね。当時の価格でこれが三千七百円。その頃一般的なポンと上がる手動式のポップアップトースターが。千五百円から二千円と呼ばれますから、多少割高ですね。さあ、焼けて出てまいりました。なんか、けなげでしょう、けなげでしょう、頑張れと応援したくなるでしょう。もうちょっとです。もう一息。 焼けましたウォーキングトースターでした <laughs> あんだけ喜んでてあんだけ喜んでて最後のコメントウォーキングトースターでした <laughs> っていうのがもういやー笑ってしまいますよねえ。 えー、今日も、あのー、持ってきてもらっているのと、あと、これはちょっともう、あのー、どうかな、配信するとね、それこそ YouTube 上、問題が出てしまうかもしれない、とある家電を昨日増田さんが、今西ちょっと相談があるんですけどって言って、これどうですかねって話聞いたことはあったんですよ、話聞いたことはあって。 えー、お隣の暮らしの混雑館で大々的なあ展示会を何度もされてるんですけど、えー、その時には当時の館長から「それは絶対だめです」と「それはそれを展示することはだめです」「ましてやあのー、ず動かすことなんて絶対だめです」って言われたものを昨日持ってきはりまして小西さんこれどうしましょうって言うから「いやうちはやりましょう」と <laughs> 言ったものが。 ありましてね今これあのお子さんご覧になってますかお子さんとご覧になっている方いらっしゃいますかお子さんとご覧になっている方今から1分ほどちょっと音声下げといていただいていいですか。えー、こんなねテレビみたいな後ろからあのフィルムがエンドレスで上映されるちっこいもう画,画面自体は。 もうあのガラケーの画面ぐらいの大きさのところにフィルムが投影されるんですけど100円を当時の値段でですよ昭和45年ぐらいだからあの万博ぐらいの年ですねあの頃の100円ですから今と比べたらもっとねあの今やったら高い500円ぐらいのものだと思うんですけど100円を入れるとガチャじゃなくて。 いわゆる当時のブルーフィルムと呼ばれるやつもうほんと今流れてる世間にあふれているそういうエッチな映像からするともう全然そのう全然大したことないやつなんですけどそれが1分間ぐらい見られるっていう <laughs> そういう家電家電っていうか何なんですかねあれまあまあ <laughs> 電気つけて動くやつですから家電っちゃ家電なんですけどそういうはい。 えのがあって、えー、持ってきはりました。あります。動きます。昨日100円入れたら見られました。増田さんと2人で見ました。はい。えー、よろしければあの。 これはお金取ってもいいんでしょうね。<laughs> お金取ってもいいんでしょうね。多分ね。今の貨幣価値でお金取ってもいいですよね。昭和45年の100円ですからね。えー、まだあ,のあんまき10円で動いてた時代ですからね。いやー、ほんまに面白いです。うん、ちなみに、えー、こちらできました、えー。手作りのガチャガチャです。 えー、アマゾンで買いましたアマゾンアマゾンさんありがとうございますあとなんかここでちょっとシールとか貼るんですけどとりあえず昨日なんとか作りましたこれ、えー、ちゃんとガ,ガチャ入,入ってるでしょまあでもいろんなガチャガチャの,あのカプセルだけで何も入ってないんですけどこれを回しますあれ でこいへんあ出てきたほら出てきましたっていうようなものも作りましたんで、えー、これまた元戻しておきますパカッと開けたらはい戻ります <laughs> えー、これでちょっとあのオンラインガチャというのを後でやってみようかなというふうに、えー、思います時刻は 九時五十三分です。さて、えー、お便りのコーナー、はい。お便りの。コーナー、はい。えー、と。メールを頂戴いたしました。ああ、てんこ盛りネーム、ビーコさんでございます。小室さん、四回目のワクチン接種の時。接種券どないすんねやろうと。えー、年齢で区切って、住民票の情報をもとに。 接種券を自治体がが配りますっていいうことができない年齢はわかるけど基礎疾患のある人とか BMI30 以上だって分かれへんやんかとどうなんかなとおっしゃってましたが「天理の市長さんから届いたメールを添付します」と送ってきてくださいました「ありがとうございます」うーそういう、まあ、ご感想とかっていうことよりも私が疑問に思ったことをちゃんとすぐ行いして、えー、ねお便りくださいましたありがとうございます。 ワクチン4回目接種についてこれ天理市からあ、まあ、市民の方にということでしょう厚生労働省の予防接種ワクチン分科会は27日4回目接種について60歳以上の人そして18歳以上60歳未満で基礎疾患のある人その他重症化リスクが高いと医師が認める人を対象にすると決定しました基礎疾患のある人とは、 呼吸器、心臓、腎臓、肝臓に慢性の疾患があったり、糖尿病であったり、血液の病気のある方など、新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いとされる皆さんですと、で厚生労働省は5月末から4回目の接種開始の方向で準備するとしていまして、本市では、天理市では、その時点で3回目の接種から5ヶ月を迎えられる方からスタートし、順次円滑に注射を打ってもらえるよう体制作りをしますと。 で基礎疾患保有者については、具体的な対象者の情報が政府にも自治体にもありません。自己申告が必要なため、接種券発行申請書をお送りし、該当する方には記入の上返信いただく方針であると。ということは、これ結局、手間で言うと、自分から言っていくんじゃなくて、 自分から言ってきますかというお伺いをする申請書を自治体が送るということなんで接種券を送るのと結局手間は変わらないというか同じ対象の人18歳以上の人らには全員に「あなたどう使うと言って自治体が送るということですねこれ別に手にしが悪いんじゃなくてそういう仕組みですね。しかかもそれから受けるっ,て言った人のやつを 返信してもうてその人を登録するということやから、よりこれまで。以上にま駐車。鬱本数は少ないけど、手間はかかると。いうことですね。はい、浪川市長から一昨い届いたメールをわざわざあの添付して送ってきてくださいました。お便りのコナー。 はい、B 子さんありがとうございます皆さんの自治体でもおそらくまあこれに近いことが起きるんだろうなというふうに思いますそしてもう1つ、えー、自民党広報誌でもあり維新と包括連携協定を結ぶということで報道機関としての命を自ら絶った読売新聞が、えー、吉村知事、来賛記事を今日書いております。そこには批批評とか批判とかか判 いう精神の全くない、えー、読売新聞の社論を受けたですね、記者のインタビューでございます。山本隆博記者さんでございます。恥ずかしくないのでしょうか。コロナ対策と経済両立へと今日の大阪市内版です、まあ。タイミングとしては任期満了まで一年と。 今月6日で任期満了まで1年となった吉村知事読売新聞のインタビューに応じましたということは単独インタビューですね単独インタビューというのは、えー、その自分にとって不利なことを書いて敵対してくる、ねえー、橋本さんが雑賀記者の単独インタビューを受けるとしたらもうよっぽどあいつあの女やり込めてやろうということでしょうから、ねえー、そんなことはしないでしょう、うんまあ、今立場は詩人ですから。 知りません。けれど、えー。吉村知事。読売新聞山本隆弘記者はい、繰り返します。山本隆弘記者の提灯記事のインタビューに答えております。まず知事伺います。コロナ対策の課題は？まあ、ウイルスの性質が変わるんで予測は難しいですね。うまくいかなかったことはあると思います。 オミクロン株は若い人にはほとんど重症化しないですけど高齢者は重症化して高齢者施設が厳しい状況になりました各施設のワクチン接種がどの程度進んでいるか十分に把握できておらずもっと早く接種できていればと反省していますはい、まあ反省はいいんですけどえなぜ大阪府大阪市が特に高齢者の死亡率高かったのかと実数も多かったのかと いうことを聞いてていいいるんですかえそして、まあ、いい意味での無駄もあるかとは思いますが、ね、インテックスに用意されてたものがほとんど使われないまま結局税金だいぶ無駄になったっていうことはそこは聞いたんですか聞いてないんですか答えたけどカットしたんですかね。うん まあ反省しているというところを強調しておりますで、今後の対応はこれまで感染を抑えるため社会全体を止めるということをやってきました緊急事態宣言やまん延防止しかし現在はワクチンも十分あって飲み薬もある状況ですリスクの高い人を守る政策は強めながら社会全体を動かすというまあ、ウイルスとの共存を議論する1年になりますね 例えば健康で元気な学生や社会人が濃厚接触者になっても隔離する必要はないんではないですか。まあ自分自身この間なってましたからねということは自分は隔離される必要はなかったということをもう言ってるわけですかね。大型連休後の感染状況を踏まえながら5月には一定の道筋を示したいです。まあ、こんだけ人動いてますからそれはまあ,あのいきなりウイルスが弱毒化したりせえへん限り。 それは増えます。わなこんだけ人動いてたらうん。で、どうするんですか？じゃあもう緩めるということですね。うんまあ、僕も概ね緩めていく方向でいいとは思います。けれどで、そこにこれまでの反省とか失敗とかということの検証はどんだけし,している質問と答えでしょうか？ バクチバとは絶対言わないですね、読売新聞さんね、IR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 、うん、IR の事業計画を政府に申請しましたねと、まあ、質問のところは短く書いてあります。バクチバは、あ,あとは絶対知事は言わないですね、IR は経済効果が非常に大きく、成長に資すると考えています。 うんそれは進める側ですからね、おいしいと思っとるんでしょう、課題として指摘されるギャンブル依存症には徹底した対策を取り、徹底した対策を取り、ギャンブル依存症には徹底した対策を取り、依存症の予防回復のための支援センターをしっかり構築していくいや本当に今日は読売新聞の書いてるのを読むと、私、北朝鮮のね、平壌放送のアナウンサーに。 なったみたみいですねえ偉大なる資料、吉村知事は、ギャンブル依存症には徹底した対策を取り、依存症の予防回復のための支援センターをしっかり構築していると述べられました。えー、カジノ施設では、掛け金の上限額の設定や入場回数の制限のほか、本人や家族の申告があれば入場禁止の措置も取ります。うんまあ、それは ととしての魅力をそぐことになり、えー、各国が競っている非常に魅力的なオファーこんなふうにしていやもうそらもうホテルなんてただで結構ですもう好きに飲んでください食べてくださいもうはいはいはいもうお姉ちゃんもまあそら自信ですがもうどうぞもういっぱいおりますよというところと競争する上では大阪は何やこんな面倒くさいことやってって言って一回行ってみたけどもうあんなとこ二度と行くかい 地盤沈下もしてるみたいやし、えー、建物をひ、えー、ね傾いてたでてて、でもその傾きは、これ全部今後、大阪が持たんとあかんのですよね、事業者の負担じゃないんですよね。というようなことは一切聞いておらず、はい、吉村知事の言いたい放題でございます。ただいま、大阪府広報番組をしております、包括連携協定を結んでおります、読売新聞から読んでおります。 そして大阪関西万博2025年、うん、大阪府と大阪市が出店する大阪パビリオンでは2050年の大阪の未来の街を体験できるようにしたいですドライヤーで髪を乾かしている間に今の体調が鏡に映し出され体調が悪くなるのを事前に防ぐとかそうですね 大阪万博昭和45年三陽未来館でしたっけえ未来館は三菱かえ山陽館で、えー、透明のアクリルですかね、えー、のお風呂人間洗濯機というのにビキニのお姉さんが入ってスポンジのボールがいっぱい浮かんでいてそれが水流で「ええうやってお風呂入ったら自分で体洗わへんかっても自動で洗えるで」 っていうのに、小学校三年生の私は、もう本当に興奮を覚えましたよ。うん。そんな世の中が、もう。来ているんですかね。今ね。うん。ドライヤーで髪を乾かしている間に、今の体調が鏡に映し出されて。体調が悪くなるのを事前に防ぐ。ちょっと熱出てきたな、思ったら。今日は会社休みますって言うたら、ええんちゃいますの。免疫力を上げるために。 吉本い行くもよし、ね、お笑いを YouTube で見て、はははと笑って、ええ、お酒を飲むのもほどほどにして、ねええ、で3食、うん、あるいはまあ2食でもいいですけれど、栄養のバランス考えて食べていったらいいじゃないですか、そんなことわざわざ、いやいや、万博は僕は楽しみにしてますけど、楽しみはしてますし。 お客さん、業さん来たら、天禄にも業さん流れてきたらええな、ここで何売ろうかなと思ってますけれども、ね iPS 細胞で作ったミニ臓器も展示したい。ねどういうことですか ?3D プリンターで作りますか私のミニチュア貸し出しましょうか。万博に向けて2期目を目指す考えはあるのかそうですね。あと1年ですから。あといい1年。あといい1年ですから。 次の選挙に出て通らないと、まあ、出たは通るでしょうけど、うん、あの知事としては迎えられないですよねドバイ行きましたからね万博開催時に地位をしているのか位置不眠になっているのかわ分かりません一年を全うして任期が切れる直前に進退の判断をしたいとまあまあ今はそう言うでしょうけどねさあこの山本貴寛記者入社何年目の不正担当記者なのかは 知りませんキャップなのか PayPay ペペなのか知りませんが一体あなたは何を聞きに吉村さんの部屋へ入っていったのでしょうかそして何を聞いて IC レコーダーを回してそれを記事にしたのでしょうかそこには新聞記者としての矜持あるいは問題意識ということが全く考えられない、まあ、それをそのまま載せるデスクもデスクですけれど、えー、編集局長も編集局長ですが、まあ、編集局長はもう 大阪風の人ですからね、えー、維新の人ですからね、まあ、これは別に維新だけでなくて、自民党であろうが、公明党であろうが、共産党であろうが、どうでもいいんですよね、どこでもいいんですけど、まあ、新聞、記者が新聞記事を書いているならば、こんな恥ずかしい記事をよう書くなと思いますね、はい、ちょっと言い過ぎてますか。ん いいですかはい。思ったことを言っております長官チェックですでは、えー、今朝の一言と今朝の一枚そして今日はアフタートークのところで、えー、オンラインガチャというのに挑戦してみようと思います引き続きお付き合いくださいませでは今朝の一言です長寿の秘訣は 嫌ななととは付き合わないことですジャズミュージシャン北村英二さん昨日カムカムジャズバンドのライブへ行ったって冒頭でお話ししたでしょ、そこは、まあ、一番若い人、ドラム担当は22歳って言ってましたね、素晴らしい技術でした。ト、うん、トランペットね えー、サックス、いろいろ、ねまあ、ピアノ、キーボード、ね、ベースいろんな担当の人がいたんですが途中、第2部になって北村英二さんが出てこられました大ベテランいや年齢、ちゃんと知りませんでした93になってね、まあ、小柄なんですけどね、皆さんご存知のようにあのなんていうかね、まあ、おじいちゃんだったらあのひょこひょこと歩いてる人っていますやんか、ね、小柄で,でクライネットを持ちながらひょこひょこと 出て来られてるんですけど、それも全然足腰の衰え全く感じない。うん、で、その1日7時間半練習して、もう夜が明けるまでなんかついつい夜中ねやっててね、この今リードのあるまあええ加減なあの。 楽器なんですよ、これはね、ピアノとかそんなんと違ってね、言て、でもそうやって自分でこう、ピュッとちょっとした吹き方の違いとか、あ,あこんなこともできるな、言うて、やると、あっという間に夜が明けてしまうんですよ、って言って、おっしゃってて、うん、で、そこから出てくる音色がですね、本当に素晴らしい、なんかもう、すーっとこう、入ってくる、そして、すーっと消えていく。 後味の良さというか、まあ、山津辻田の山椒やしみみにも似たピリッとしたところを出すときはピリッとするんだけどそれがまたスッと引いていくそして素材の良さアンサンブルというかもう他の楽器をに邪魔しないっていうその演奏は素晴らしい。あー、えー、もん聞いたって ほんまに思いましたそれももうヨボヨボになってもうどうしようもないわでも出てきはった出てうわ動いてるだけでもいいわっていうんじゃなくて93歳がもう今絶好調みたいな感じで演奏してはって素晴らしかったんですねまあああいう年齢になると本当にねえヨボヨボになる人もおりゃそれはあの肉体的だけじゃなくてもう精神的にしんどいなる人もおりゃいやいやまだ私93歳今青春ですよみたいな。 うん、まるでサムエル・ルルマンの詩のようですね青春とは人生のある時期を指すのではなく心のありようを言うのであるというまさにそんな感じでそんな北村さんに、まあ、リーダーというか今回のライブのメインの方が聞きました、まあ、何度も聞いてますが「長寿の秘訣って何ですかね?」と言ったら北村さんがおっしゃいました「嫌なやつとは?」 付き合わなないことですなんかコモさんも,もう、まあ、毎日のように、ねえー、ここでは楽しそうにやってますがそれはいろいろありますよ。うん。じゃあそれはうまくいかないことは自分の努力が足らないことなので人の責任にするつもりは全くありませんがそれでもただ大変なことはいっぱいあります。あれやこれやといろいろと言われることもありますよ。ね、くそっと思うこともありますよ。うん。 いやでもその中に真実もあるでも何でしょう長女の秘訣は嫌なやつとは付き合わないことですよって言って93歳元気現役バリバリ今もねジャズライブハウスで月に1回は出てはる今度また見に行こう絶対行こううんいやーいい言葉いただきましたはい皆さんも できれば幸せに長生きしましょうよね、ええ、嫌な奴とは付き合わずに気の合うみんなと一緒に何とかやっていけたらいいですね今朝の一言でした時刻は10時12分ですでは最後は今朝の一枚に参ります今朝はね、ええ、虹の写真を送って きてくださいましたよこちらです淡路島へ打ち合わせで行ってきましたメタボックリさん虹の写真ってね実はとんの難しいんですよ人間の目で見たらほど綺麗やなと思っても写真に撮ると難しかったりするんですがはいこれは大阪湾に浮かんでいる方でしょうかそれとも逆に播磨灘の方かなどっちかな。 うわー、綺麗ですね、ま。青空バックに出ないっていうのは仕方がないですけどね。うん。ありがとうございます。あなたも今朝の一枚をどうぞこちらまでお寄せくださいませ。infoatmark てんこもり .com こちらのアドレスでございます。先ほど B 子さんから お便りも頂戴いたしました。それも同じアドレスで結構でございます。i n f o t e n k てんこ r り .com。てんこもりは 10komori で今朝の1枚をお待ちしております。 今日も長い時間ご視聴ありがとうございました。今日もう一台カメラが、こっちのカメラが、あのちゃんと線がつながってなかったようで、えー、広い、全、えー、なってしまいますが、こちらでまた明日インジャンでお別れをいたしまして、アーカイブの方はそちらまで、そして生でご覧いただいている方には、あこのあと人間ガチャをやりますんで、はい、ちょっと一緒によろしければ遊んでくださいませ。では、また明日インジャンでございます。また明日インジャン。 パー今日もご視聴誠にありがとうございました。高評価を忘れずにお願いします。